はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザーでーす。ういうい、つうことで、本日はですね、天井おすすめということでですね、昨日こんなコメント来てたんですよ。うん。すいません、動画にちょっと関係ないんですけど、グランデフェスの天井どうすればいいか悩んでます。教えてくださいっていうコメントがあって、うん。確かに、初心者の人で熱意があったら、今回すよね。うん。でさ、しかも天井のおすすめって、ここら辺のキャラクター多分、攻略サイトだと全部評価高いと思うんだよね。どれがいいんだろうっていう風に、なんか悩んじゃうんじゃないかな、初心者は。ということで、まあ、今回は割かし初心者向け、まあ、あとちょっと上級者でも、まあ、参考になる、上級者というか、キャラ持ってない人だったら参考になるかな、みたいな、キャラ取得おすすめについて、グランデフェス編ということでやっていきたいな、というふうに思います。はい。で、まあ、グランデフェス。今回はね、いろいろ、部門に分けて紹介するわ。うん。まあ、1個目が、とりあえずおすすめできる、レジェンド級のキャラ。まあ、天井悩んだら、この2人持ってない?なら取ろうよ。っていうキャラが2人。で、まあ、時点のキャラ。まあ、次だったらここかな。うん。で、その次が、まあ、何かしらのコンテンツで、まあ、例えば、高難易度バトルとか、まあ、そういう、普段はあんま使わったりしないこともあるけど、でも、まあ、何かしら、この時だけぶっ刺さっとりますわっていうキャラクターが、ね、ちょっと紹介したい。で、まあ、あと、その中で武器が優秀なキャラとか、うん、その中でキャラとして扱いやすいよっていうキャラとか、まあ、ちょっと、そのあたりとか、まあ、あと、理想入りとかしてないけど、まあ、強い、キャラとしても強いし、武器も優秀だよっていうキャラクターとか、まあ、そういった感じで、ちょっと紹介していければな、というふうに思ってて、はい。で、まあ、一人目の、レジェンド級のキャラですよ。正直、あ、並んでる。これ取っときゃ間違いねえやっていう、キャラが、この二人だね。ネハントリッチ。うん。まあ、正直、天井に悩んでる。グランデフェスで天井に悩んでますっていう場合、この二人取っときゃマジで、まあ、この二人持ってないなら、もう取らなきゃ、ダメよ、ダメダメって感じ。うん。まあ、ネハンは、まあ、今だったらもう短距離最強みたいな感じ。そう、1ターンとか2ターンとか、短距離でクソ強いよっていう感じだし、初心者の頃って、連撃率、連続攻撃確率が全然足りないじゃないですか。なんか、連続攻撃出なくねみたいな。なんか強い人の動画見てみたら、みんなトリプルアタックしてんだけど、なんで僕連撃率そんなな、連続攻撃確率そんなないのみたいなね。そういう風にコメントが来ていた時期もありました。はい。ネハンはそれを解決してくれます。ニアビ。自分以外の光属性キャラクターがトリプルアタックと。はい。まあそんなわけで、まあ初心者でもトリプルアタックできて安心。攻撃力もかなり高い。なので、まあネハンは取っといて損はないかなっていうような感じだな。まあただ、ネハンは装備が強くなれば強くなるほどどんどん加速度的に強くなっていくキャラなので、うん。まあ個人的に最初に取ります。どっちも強いんだけどね。最初に取りますってんだったら、リッチの方がおすすめかな。うん。どっちも持ってないです。初心者ですって場合は、リッチの方が割かしおすすめできる。なんでかっつうと、まあ、リッチはね、アビリティダメージをすごい主体として使うキャラクターなんだよね。もうこのキャラはもう連続攻撃とか全然出ない。簡単に言うと、マジで全然出ないんだけど、もう、アビリティダメージズボボボボのキャラなんですよね。一アビでダメージ出るし、サポートアビリティで味方に弱体効果が付与されていると敵全体に闇属性ダメージっていう。まあ、敵にね、自分、味方パーティーにデバフをかけて、敵にその数に応じて、アビリティダメージを与えるっていう。まあ、アビリティダメージがめちゃくちゃ出るキャラなんですよ。そう。で、グラブルってアビリティダメージがすごい強いというか、強くなりやすい。天井が低いんですよね。簡単に言うと。そう。天井が低くてダメージ出しやすいので、装備ない初心者とかは、その天井に届かせやすくて、優秀だったりする。リッチはアビリティダメージ主体で戦うキャラクターなので、まあ、かなりね、初心者向け、かつ上級者でも使うみたいな、まあ、優秀なキャラクターになってますね。うん。まあ、リッチはおすすめですわ。はい。この二人が正直レジェンドだと思ってる。うん。とりあえずこれは取っておこう。で、時点なんだけど、まあ、ちょっと、分けさせてもらいました。俺、時点としては、新キャラのゼタを押したい。うん。
まあ、古戦場が近いっていうのもそうなんだけど、まあ、ゼタはさっき言ったように結構アビリティダメージがあるんですよね。そう。アビリティダメージが結構あるから、まあ、初心者でも扱いやすい部分あるし、まあ、攻防アップとか、うん。まあ、ダメージ系統も出やすいから、火力も高いし、連撃もできるし、っていう動きで、まあ、あと、古戦場も近い。うん。まあ、結構古戦場近いは重要で考えてるんですけど、まあ、ゼタはね、そのあたりもろもろ込みで、現状の環境だったら、まあ、割と、グランデフェスだったら、まあ、上のレジェンド二人に次ぐぐらいパワーのあるキャラクターだなって感じがする。うん。ゼタはね、おすすめですよ。はい。という感じですね。で、まあ、この三人を取ってないんだったら取っておくといいかなと個人的には思いまして。で、次に何かしらのコンテンツで現状を理想入りしているよっていう項目。まあ、どういうことかっていうと、まあ、普段使いとかはあんまりないこともあるんだけど、まあ、コンテンツ高難易度攻略とか、まあ、レバンスとかね。まあ、ちょっと上の方だったら使ってることもあるよねっていうタイプのキャラクターだね。まあ、これは、必要になることがあるわけですよ。なんかじゃあ、ああ、ちょっと上のやつ目指してみようかなってなった時に、このキャラ持ってないんですけど、で、まあ、純真無垢に聞くじゃないですか。このキャラ持ってないんですけど、どうすればいいですか？したら、無情な、諦めましょうっていうアンサーが来てしまうことがあるんで、まあ、理想入りしていることがあるキャラクターっていうのは、まあ、結構覚えといて損はないかなっていうような感じっす。はい。で、まあ、言っていきましょう。まあ、理想入りしてるよーって言われてんのが、まあ、一人目。結構多いです。ジャンヌ、うん。ジャンヌ、ビーラ、ビーラだね。うん、で、無限、無限、あとは、ユニ、うん、ガレオン、ワムデュス、シャルロッテ、ハールート、マールート、うん、コスモス、カグヤ、ガブリエル。結構下の方が実装順新しいことが多いんですけど、まあ、基本的に下寄りの方が、あれっすね。強いキャラが多い。やっぱ上の方って新しく、古く実装されたキャラクターになってるので、性能的にはちょっと古めなことが多いんですよ。うん。下の方は、まあ割と新しく最新環境。かっこ増位以外みたいな。この子は、この子だけはなんかちょっといろいろ、いろいろあったんですよ、騒動が。いろいろ騒動があって、リミテッド入りしたっていうなんか鳴り物入りのキャラで常に下に鎮座してるんだけど、まあ、このガブリエルから上は、まあ、かなり新しめのキャラクターになってるってことだけ覚えてほしい。うん。下の方はね、結構使い出があるキャラクターです。はい。で、そこから、まあ、割とキャラとして扱いやすいなって思ってるキャラをちょっと今回は紹介する。キャラとして扱いやすいの基準は、さっきも言ったんだけど、アビダメ結構多いなって思うキャラクター。とかを、まあ、優先的にチョイスしてます。はい。まあ、あと単純に使いやすいとか、うん、なんか、ああ、アビリティをしてりゃいいんだこいつ、みたいなキャラクターを、わかりやすいキャラをちょっと紹介してる。うん。一人目が、ビーラ。うん、ビーラ。まあ、このキャラは、アビリティダメージすごい高くて、結構古いキャラなんだけど、最終上限解放っていう、まあ、救済ですよね。救済で化けたような感じだな。奥義とアビリティダメージで主に戦うダメージを出すキャラクターで、そのダメージもすごい高いんだけど、一ヤビも全体かばう。まあ、ダメージを受けてくれるっていう、まあ、唯一無二なんですよね。ダメージも出せて、しばらく攻撃受けてくれるよっていうキャラクターってあんまりいなくて、うん。前回の光有利古戦場でも理想に入ってきたっていうキャラクターだな。まあ、デメリットを挙げるとするのであれば、武器が微妙。うん、昔の武器すぎて、サティフィケイトってやつが、まあなんか、ちょっと微妙に映るかも。今後、強くなってくるとっていうような感じだね。ただまあ、キャラとしてすごい優秀なので、抑えておきたいキャラかなとは思います。はい。で、次、シャルロッテですね。シャルロッテは、まあアビリティダメージ、すごい、こっちもね、アビダメと奥義ダメで戦うキャラなんだけど、まあ、2アビと3アビがアビリティダメージで、すごいダメージが出しやすいキャラクターだね。うん。
まあ初心者の人とかだったら、まあとりあえず入れておくみたいな感じになるんじゃないかってぐらい、まあアビリティダメージでしっかり戦ってくれる、ダメージ出しやすいキャラなんで、まあちょっと初心者的にも使いやすいかなと。で、まあ武器もね優秀なんだよね。危険クラウソラスディオン。まあこれ後々説明するんだけど、この武器も優秀で、ただデメリットを上げるとするのであれば、まあちょっとこのちょっと強くなってくると、まあシャルロッテ自身が理想入りするかっていうことがちょっと問題になってくる。うん。普段使いの使用頻度が少し落ちてくるかもっていうのがちょっと起因点だけど、まあシャルロッテもおすすめかな。うん。で、次、ハールート、マールート。まあ、これはね、武器も強いし、キャラも強めっていうような感じになってるね。うん。まあ、奥義主体で戦っていくんだったら、まあ、1アビが、リンクアビリティ。まあ、1アビ、2アビがリンクアビリティっていう、リンクしてるんですけど、うん。まあ、これでたくさんダメージ出していきましょう。3アビでディスペルもあります、みたいな、うん、感じだね。まあ、割と、その、ぶっ飛んだ性能、ぶっ飛んだ、活躍っていうのはあんまり感じないと思うけど、まあ普通に入れておけば損はないというか、入れておいて問題ないみたいな。ずっと入れといて問題ないみたいな。ただ、ぶち抜いてはないかなっていうような、そんな感じのキャラクターだね。マジで持っといて損はないし、武器も優秀なんだけど、なんかぶち抜いてはいないかもっていう感覚はなくもなく、うん、取っておきたいキャラだね。優秀キャラ。で、あとはガブリエルかな。まあ、このキャラはね、割と新しめなんだけど、マジおぬぬめかな。ミザ君一押しか。で、まあ、1アビでダメージあるし、3アビでダメージもあるんですよ。まあ、このアビダメ自体が結構強いし、まあ、2アビでね、トリプルアタック確率上がるんですよ。そう。これ 50% ぐらい上がるんで、まあ、初心者はさっきも言ったけど、連続攻撃がちょっと課題なことあるんだけど、まあ、この2アビで連続攻撃を確保する、みたいなのも全然できるし。うん。あと、水キャラがトリプルアタックをしてたら、3アビがね、勝手に自動発動するんだけど、まあダメージも高いんですよ。アビリティダメージも高いっていうような感じになってるから。で、まあさらに、スキル、水、渦潮、無表、怪人、法人の効果が、まあ武器の効果が上がるっていうサポートアビリティも持ってて、これもめっちゃ強いっていうような感じですね。で、まあ武器自体も強い。うん。武器自体も結構強くて、もう、至れり尽くせりのキャラなんだけど、まあ、水属性頑張るかっていう水属性、古戦場も終わったんでね。そう、古戦場終わると、次の古戦場、水属性古戦場が来るのって半年後とかになるんですけど、ちょっと時間かかっちゃうんで、うん。まあ、ちょっとそこ、水属性を鍛えるかっていうデメリットはあるけど、まあ、これキャラも武器も強いですね。はい。で、まあ、キャラとして扱いやすい初心者向けだよっていうのが、さっき言ったビーラ、シャルロッテ、ハールト、バルト、ガブリエルだと思う。まあ、属性もばらけてるんで、まあ、自分の育てたい属性とかで取っちゃっても特に俺は問題ないかなっていうような感じはしますね。はい。で、まあ、今言った、その今、ちょっと前に言った、その理想入り、現状理想入りしてますよっていう中で、武器が優秀なやつ。うん。まあ、武器が優秀なやつっていうのは、まあ4、まあもう一属性に特化して生きていこうかなって思ってる人向けの話だね。まあもう一属性、俺はこの属性だけで生きていくぜ。なぜなら可愛いキャラクター見つけちまったからよ。ワンピース発見みたいな。そんな感じの人だったら、まあちょっと武器について喋っていこうかな。うん。まあ武器が優秀なのは、武器で選んでもいい。このゲーム、武器って4本1セットなんだよね。そう。4本1セットだから、まあ、武器で選んで、いつか他のやつも引こうっていう思考だよな。うん。もうありだね。じゃあ行きまーす。優秀なのは、ガレオン、うん。ワムデュス、シャルロッテ、ハルート・マールート、で、カグヤ、ガブリエル。このあたりは、さっき紹介した中で、現状理想入りしてることあって、かつ武器が強いっていうキャラだね。うん。まあ、ここら辺の武器は、4突しても現状損はないような感じになってるから、まあ、このあたりの武器を選んでいって、まあ、どうにかするっていうのもありだね。ただま、武器によってはちょっと複数本前提みたいな、まあ、特にガレオンとかは少し難しい。同じ武器を3つ以上装備する。初心者にはちょっと難しい条件になっちゃってるんで、うん。そこら辺を考えると、まあ、武器自体の吟味は各自頑張ろう。まあ、ちょっと上級者向けの選択になっちゃうからね。まあ、調べてもろてって感じになってるんだけど、うん。
まあ武器が優秀なキャラクターになってるから、まあキャラとしてもそこそこ優秀、現状理想入りしてるからね。キャラとしてもそこそこ優秀だし、まあ武器としても優秀だよっていうところは上げとくわ。あとは頑張ってみたいな感じ。うん、で、まあと理想入りしてないけど、キャラ自体も強くて武器が優秀なのがこの猫茶草。うん、この猫茶草はね、キャラもめちゃくちゃ強くて、うん、で、武器もめちゃくちゃ強い。っていうような感じになってるから、まあこのキャラはおすすめかな。うん、まあイービアは抑えといて損はないね。という感じです。まあ現状グランデフェスの強化はそんな感じで、多分全部調べたらね、ランキング的には上位に入ってて、どうすんだよこれみたいな感じになっちゃうのかなっていう風に思うんだけど、うん、まあ割と下の方が新しめのキャラなんですよ。ゾウ以外。下の方が新しめのキャラだから、下の方から選んどきゃ大体間違いないっていう正直な話はあれど、やっぱレジェンド級はこの二人だな。うん。レジェンド級はこの二人で、マジで、ゼタもね、そんぐらい食い込む。黒子のバスケで言うところの鏡ぐらい。うん、そんぐらいのポテンシャルを秘めてるんで、1月5日に、なんかがあるかもね。はい。ということでした。今回のグランデフェス天井おすすめ。参考になれば幸いでございます。ほら、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。